で、先日24日誕生日だったんですけど、まあ、ありがたいことにね、もうたくさんのメッセージとか、イラストとか、もうコメントとかもたくさん本当にいただきまして、もうありがとうございます。で、まあもうご丁寧なことにね、誕生日プレゼントとしてね、プレゼントをね、送ってきてくださった方もね、いらっしゃったんですけど、さっき初めて見たんですけど、本当についさっき数分前とかに、数分前ではないわ、数十分前とかに、ちょっと初めて知って、プレゼント見させてもらったんですけど、あー、スパチャありがとうございます。けど、なんかちょっと 面白いのがあって、普通にお手紙なんですよ。お手紙なんですけど、お手紙と一緒に、なんかこの方だけ特殊で、音が出るバースデーカードみたいなのあるじゃないですか。それを送ってきてくださったんですけど、それちょっと今手元にあるんですけど、ちょっと聞いてください。はい。いいですか？流します。え、聞こえました？これってさ、メッセージなの、音声付きのカードをもらったのしょ？なんか幼い時以来というか、そもそもこの音が出るメッセージカードをもらうのも久しぶりじゃない？触るのも久しぶりなんですけど、なんか。これちょっと今は見せられないんですけど、猫ちゃんがマイク持ってね、歌ってるカードなんですけど、猫ちゃんがひたすらハッピーバースデートゥーユーを歌うっていうやつなんですけど、しかもこの方すごい字が綺麗で、なんか どこで売ってるんだろうこれ。なんかシリーズであるのかな、猫ちゃん以外が歌ってるのもあるのかな、なんか ちょっと面白かったです。